マリンパッパです。はい、今回の企画は旅行に行くと言って置き去りドッキリ、イエーイ。はい、明日から3泊4日で韓国に行きます。まあね、ぷーちゃんずっと韓国行きたい行きたいって言ってて、もうだいぶ前から行くことは決まってて、来月3泊4日で韓国行かん。なんでずっと行きたいって言ってて。行きたい、行こう、行く、行こう、ソウル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 、行こう。いつする、いつする、いつでもいい。17だけ風予定あるから無理で、それ以外だと全部行くの。じゃあ20から3泊4日で行くわ。いいよ、行こう行こう行こう、予約するわ。まだ見たら予約するわ。ちゃん泊まりたいホテルあんねん。あ、そうなの。ただ飛行機とか、だから飛行機のセットで撮っとくか。あ、オッケー。まふーちゃんはね、まなみと2人で行くと思ってて、まあ今日撮影やったんですけど、ルンルンで帰ってきました。でも実は今回友達と3人で行くことになってるんです。まあね、もちろんそのことはふーちゃんは知りません。このドッキリを仕掛けるために友達との旅行予定が決まってすぐにふーちゃん誘って4日間空けてもらってるんです。でもまだセーフじゃない。その友達と予定を組んだ後にふーちゃん誘ってるから、ふーちゃんと行く約束をした後に友達を誘ったんじゃないかな。まだ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 セーフ、セーフ、セーフです。まあそんな感じで、明日は友達とは空港で待ち合わせやから、空港まではまあまなみふーちゃんと一緒に行くんで、ふーちゃんに迎えに来てもらって一緒に向かっていきたいと思います。で、まあその辺からまた、動画回そうと思います。まあまなみまだ明日の用意パッキングとかも終わってないので、今からパッキングとかちょっと急いでして明日に備えて早く出たいと思います。いっぱい寝ないとね、旅行は楽しくないんで。はい、そんな感じでおやすみなさい。空港に到着しました。楽しみに帰ってくる。楽しみやな。楽しみ、何する、何する。いっぱい食べて、いっぱい買い物して、いっぱい買い物して、いっぱい楽しむ、いっぱい楽しむ。ちょっと急がないやばいかも。そうやな。うん、向こうちょっと寒いんかな。そう、向こう夕方とかはちょっと寒そうかも。だから、まあ、寒かったら向こうで服買おうかな。買おう。どこや、どこや。あ、おっと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 、おっと、ごめんな、お待たせ。え、ふーちゃんおる。ふーちゃん、初めてやん、初めてやんな。どっか行くの。韓国行くぜ。韓国行く、あんた偶然。え、一緒、一緒、え、一緒ってこと。え、誰と行くの。え、どういうこと。え、何じゃない。それは、え、ちょっとお前、ほんまに無理。早く、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 一緒。ほんまにどういうこと。ちょ、待って、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 なんで、ちょ、待って、説明して、ちょ、説明して、説明して、説明して、チェックインじゃん。説明して、説明して、早く、なに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 。恥ずかしい。え、じゃあ一緒に行く。とりあえず行こうか。お前ちょ待って、ほんまに待って。ちょ、何説明して、ちょ説明しろって早く。ちょ、何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 で、何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 で、ほんまにそれはやばい。もうただの運転手やんけ、こっち。そんなん、ちょっと待って、ほんまに待って。ちょ、何で笑ってる。もう、ほんまに待って、ほんまに待って、ほんまに待って、なあ、もう、なあ、ほんまに無理やって、めっちゃ楽しみにしてたよ。どういうこと。恥ずかしい、恥ずかしい。
いや今から無理やろ。今からもう無理やろ。お前無理やろ。ほんまに無理やろ。いいよチケットやろう。チケットやで。ほんまに無理。ほんまに無理。チェックイン違う。時間ないからチェックイン。ちょっとな行く。バイバイ。な行く。行く。行く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 。なチケットないの？チケット？なんでこんなんすんの？チェックインしよう。嘘やんの。嘘やんの。4人で行こう。え？ほんまに鬱陶しい。お前ほんま。なあなあ。まずどこ行く？行きたいってもう韓国。どこ行くの？ほんまに言ってる？な嘘って言って嘘って言ってほんまに嘘って。4日間楽しんでくる。ありがとう。ありがとう。ほんまにちょ待ってな。ほんまに何するの？え暇ってこと？4日間じゃ。そうやね。一生。まあまあまあ、え何今日どういうことってなんで今日何運転手ただの運転手って言い方悪ない運転手やんただの運転手は言い方悪い足使おうと思ってこの時言ったやろあんた運転手言い方悪い言い方が悪い聞いて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 なあ飽きないか聞いてきてちょっと聞いてきてじゃあチェックインしようよしえいいや荷物預けなあかんから向こうでやろうあじゃあ向こうでやろうあず何してるの無理って言われたいいの無理って言われた無理って言われたあれこれ TV か奥奥よくちょちょあの何をしてるの何してるのあの何してるあの何してるん何してるん無理やってちょほんまに何してるん何してるん何してきた何してきたまあまあまあ今回は旅行に行くと言って置き去りドッキリでーすマジで思んないでほんまに思んないでお前ほんまに思んないでお前マジでほんまにほんまに思んないからお前まあまあまた行こうまた行こう今回はちょっと4日間楽しんで来させてもらうなはいじゃあちょっとカメラ持っては普通にちゃんと写してねえ、なにこれえ、なにこれほんまなんなんこれごめんなさい、運転手ほんまになにこれかわいそうえ、かわいそうが一番かわいそうやはい、そんな感じで韓国旅行楽しんできまーす行ってきまーすふーちゃんいますはい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 じゃあちょっと持って持っといてやばいバーイよかった楽しんでーすふーちゃんも楽しんでねちょ待って待ってほんまにやばないちょほんまにやばないこれただ送っただけやん運転手